この動画を見てくださってる皆さんの中で、具志堅用高さんの頭にアフロを乗せる仕事をされてる方、全員ちょっちゅね。というわけで、ハローエバディ梅干し最終形態です。今回もダウソウル3続きやっていくんですけど、前回まあ踊り子ゲットして、まあ約8万ソウル持ってるんやけど、これでね、まあレベルをガンガン上げてしまうと、やっぱりちょっとバランスがね、ちょっと簡単になりすぎてしまう。というわけで、ちょっと使い方を考えようと思う。まあ、まずとりあえず、これを力引き出すで、どうしようかな。とりあえず体力を30まで振りたいから、上げる。ほんで、これで十分引き出したな。なら、オーベックから魔法を買おう。さあ、ほんなら、あと持ってないやつといえば、強いファランの単位やな。別にいらんな。音送り。音送りも大していらんからな。これにするか。とりあえずこれにして、見えない武器もいらんし、修理も特にいらん。で、照らす光か。で、魔力の武器もいらんし、まあ、とりあえずこんなもんかな。どうしようかな。やっぱり、威力を35まで上げるべきか、体力をもうここまで上げてしまうか。どうしようかな。威力にするか、もう威力40目指そう。よし。Hello again. I have since heard a great deal まあ、about 顔でyou. きたら普通逃げるけどな、誰でも。For one, that you are most gentle of heart. 優しき方かな。完全に I この truly 水 love 銀ばら that 撒いたりする deity, 危ない人やけど but な。can offer you my sign. I hear that よし、that can be OK。blessing. まあ、これでシーリスのイベントのフラグは立ったんで、まあ、これでやるか。多分これユリア出てきてんやったっけ？多分、ロード挟んだらユリアが出てきてると思うから、出てきてたらぶち殺そう。もうぶち殺して、いるもん奪うっていう。あ、出てきてんな。いいえ。怪獣石なんかな？下獣石なんかな？やっぱこっちの顔がしっくりくんね。上干しになってるよりこっちの顔の方がおもろいわ。普通に数倍おもろいわ。ユリアぶち殺してもさ、確か位牌渡せばアイテムは買えるもんな。やるか。やっておきましょう。はい。さあ、そんなもんで俺と戦うつもりか？ああ、そっか、ダークハンドか、こいつ。てっきり俺、盾持ってねえもんだとばかり思ってたが、そんなことはなかったよな。まあ、とりあえずこれを設置して、ここでこうやって立ち回っていく。立ち回っていく。立ち回っていきたいね！めっちゃ笑いやん、お前。強っ！こんな強かったんか、お前。もうすでに抜刀状態が。で、盾崩されたら、あれが来るから、とりあえず、うまいこと立ち回っていきたいところ。こいつワンちゃん踊り子より強いぞ。ここで立ち回る。そういえばこいつあれか。盾貫通のあれ持ってんな、鮮魚。何回復してんの、お前は。そうか、こいつエストも使うのか。強えな、じゃあ。で、こいつを巻き込んでしまうように気をつけんといけんな。ほい。間違いだ。他の NPC を巻き込んじまったらもう大変なことになるな。そうそうそうだよ、そうだよ。はい。もう自分の霧でいくからな、気ぃつけんと。よし、これいいよ、これいいよ、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 いいね。これシーリスに当たってないな。一瞬諦めたぞ、お前。一瞬諦めんじゃねえよ。さあ、もうすぐ、もうすぐ。なんで回復するの？うわ、こいつ。お前、対人の礼儀も分かってないな。S とガブ飲みまいったわ、こいつ。はい。めっちゃ対人やってる気するわ。こいつ結構強いんな。NPC の中じゃそういえば最強クラスやったっけ？確かね。まあ、どの道でも俺 NPC 呼ばねえんだわ、今回。呼ばねえ誓いを立ててんな。だからもうここでやっておきたい。月だみてえだな、S とが。残ってるも全部出せよ。
おいおい、当たってねえぞ、当たってねえぞ、当たるんです。ちょっと待て、危ない。エスターつけたな。よし、ここでかけ直すんです。じゃあ来いや。ほい、ほらもうすぐやね、もうすぐもうすぐ、ここで気抜いたら終わり、ここで気抜いたら負け。ほい、さあ終わりのようだな。さあ来いや、かかって今回盾なんかじゃ防げねえんだよ。はっはっはっは、バカ雨、お疲れピーポー。カースつってたな。まあカースについてはまたあのダクソ1の実況の時説明するわ。うん、そこそこでやってたよ、見てたやろ、見てましたやん自分で。これでうん、そやな、ユリアが売ってたもん全部追加されるから何も問題はね。ついでにこの装備も追加されたけど、まあいらんわ。じゃあなんで殺してんって話やけどな。さあファランのボスやってくか。いっちゃお前、お前教育がなってない、あいつは教育がなってない。あの年じゃあんなんやってるからな。もうみんな大人げな大人になったらあかんで。たまにいるからな、40ぐらいになってもなんかまだしょうもないことやってるやつ。オープンセサミ、無敵時間なんだよバカ野郎が。さあ出てこいや。さあこのムービーだけちょっと好きやから見るわ、ムービー好きやから見るわ。 PS4 プロになって初めてこのムービー見るんでね。おいおー、なんかぬるぬる動きますよやっぱり。はい、ぐっさー、ブラボなんだよな。この装備切れるかな。ちょっと中身不死やんなこれ。不死火とか中入ってるよな、中入ってるっていうか正体不死火だよな。いいね、かっこいいね。やっぱりこのシーンは何回見てもかっこいいでござるわ。とりあえず3体目が出るまで逃げまろうが。おお、やっぱり柔らけえわ。でダメージもそんなでかくないから、落ち着いてやりゃ全然やれるボスやと思うよ。うん、全然やれんねん。よし、2体目が出てきたけど、2体目はちょっと襲ってくるから、3体目が出るまでちょっと、時間を稼ぎたいところやな。いや、なんか外ではなんか外で祭りが行われてるって。逃げよう逃げよう。逃げろ逃げろ。3体目早く来い、3体目。どっか出てこいやったきな。あ、出てきた。さあやれ。潰し合い。速攻で3体目やられてもうたな。強えなお前。てか強い、そうの普通は強いよ。こいつ魔法防御もしかして弱い。ほら終わっちまうぜ、終わんねえのかい。まさかのこれでやるっていうな。さあこっからよ、これを見ようか一応。この音楽かっこいい女のこいつ、ブラボの人が作ってやんだっけ。こいつらはあれかな、みんなで一緒に火をついだよな。その結果なんかこの一人なんかいっぱいこの全員でひっくるめて一人の焚き火の王みたいな。最初この第2形態あった時はもう絶望しました。いいねやっぱり装備がどことなくガッツっぽいな。今回なんか全然喋れんくてごめんなほんまに。なんかやっぱりそういう日ってあるやん、人間だもの、人間だもの。ペイ、おお、かわすねん、バックトゥザフューチャー。けど一発でこの威力やったら全然やれますわ。お前急にマリアさんを意識すんなお前。
バックトゥーザフューチャーがまた気抜いてたら来ますから、だってソウルの矢の方がいいわ。そやな、こっちの方が全然使いやすいし、回転率もいいわ。いいね、全然やれますわ。バックトゥーザフューチャー、バックトゥーザフューチャー、バックトゥーザフューチャー、そのまま未来行ってくれ。痛い、さすが滝技能、そんな甘くねえわ。おお、ペイペイペイシッ、バックトゥザフューチャー、バックトゥザフューチャー。俺にこれ以上バックトゥザフューチャーと言わすな。バックトゥザフューチャーじゃなかった。ああかん、あかん。でも決勝コロのが余裕できつい決勝コロのが余裕できついっすよお兄さん。バーッ、初見でやりたいな、初見っていうか一発目でやりたい。あいつは一発で勝ちたいな。そろそろ終わってくれんかな。はい、バックトゥザフューチャーからの、なんで終わんねんだ、なんで終わんねんだよお前。あかん、お疲れ、焦った、焦りましたわ。ラストのラストで焦ったわ。これソウル何ももらえんかな。おー、やっぱあれかな、踊り子のが断然強いって設定になってんやな。はーい、というわけでまあなんとか勝ててよかったわ。というわけで今回はここまで。今回も最後まで見てくださった方はどうもありがとう。最後のこの画面目のまぶたの動きをやばいやろこれはい、というわけで今回も最後まで見てくださった方はどうもありがとう。 See you next time、 バイバイ。次回また遊びに来てな。